的商品を発明いたしました。いやー、まじで、唇乾燥しませんか？もうすごい僕乾燥して、もうガッサガサなんです。もう、何？ひび割れというか、もう地割れというか、もうひどい状況なんです。で、リップ、このメンソレータムの薬用リップスティック XD とかをもう常に愛用してるんですけど、置いとくのはいいんですけど、割となくすんですよね。車の中に置いとったりしてもなくなってることが結構ある。じゃあもう常に持ち歩いてるもので言えば、もう財布かスマホぐらいなんです。使うのがこちら。でーん。なんとか重工初登場 3D プリンター、これ借り物です。これを使って、もうこのスマホとリップを合体させたものを、作ろうかなと思います。いや違う、スマホとリップを合体させるためのものを作りたい。
でちょっと言います。はい。いや、僕すごいもの発明しちゃったんですよ。発明。はいはい。で、これ売れるんちゃうかなって、割と本気で思ってるものがあって。持ってきてる。持ってきてます。あ、今ここにあるんです。ポケットに入ってます。はいはい。膝はめっちゃ汚れてますね。で、どうしようかな。まあ、とりあえずちょっと急がない。すぐ待ってください。いきなり見せてもいいのかな。いきなり見せようかな、じゃあ。はい。はい。じゃーん。あ、3D プリンターです。はい、3D プリンターです。はいはいはい。僕、リップをよく使うんです。で、いろんなところに欲しいんですけど、ないんですよ、そんなに何本も。で、カバンに入れたりするんですけど、カバン持ってない時もあるわけなんです。スマホはずっと持ってるなっていう。スマホに引っ付けたろうと思って。これやばくないですか？これ。あ、これはカチッと感。カチッと感は蓋をつけてる。蓋を接着剤つけてるんで。ポケットをこれ引っ掛からへんのか。あ、違いますね。あれペンみたいな、ペンのこのフックみたいな、これがペンのフック引っかかるみたいなやつになるらしいと。そうです、そうです。これは正式な使い方です。中まで入れちゃうと意味ないんで、もっこりしちゃうじゃないですか。もっこりする。こう使えと。そうです。で、いや、これ機能がめちゃくちゃ他にもまだあって、これね、これ単純にリップついてるだけやんってなると思うんですけど、はい、すっごい多機能です。こうしたらスマホスタンドになる。まだあります。こうやったらなんか立つ。これ特許取れるんちゃうかなと思って、僕リップをつけたいってちょっと調べたら、ストラップのタイプとかあったんですよ。はい、ストラップでもペロペロしてる。になるっていうところは面白いなと思いますね。このスタンドの角度じゃないですね。これぐらい欲しいですよね。あ、それはちょっと分かりますね。スライドできるようにしてください。一人なんか俺横にこれスライド。それ機構が。これちょっと販売東急ハンズとかで。いいじゃないですか。というわけでこんなものを作ってみたんですけど、企業さん、お声掛けお願いします。待ってます。こういうぶつけ出してる気がしてる会社さん、一緒に共同特許取りましょう。もう動画にしちゃってるから周知のなんとかになっちゃう。特許取れないでしょ。取れない。知ってる人が多すぎたらダメみたいな。じゃあ特許いいんで作りましょう。